間違いなくクリホトだな。でもここからどうやって外郭に戻るの？そうか、アルビオールはまだ戻ってなかったな。合流場所はケセドニアです。ノエルの腕なら降下中の大陸にも着陸できたとは思いますが。とりあえずケセドニアに行ってみましょう。そっちこそ、いつケセドニアに着いたんだ？この辺りが降下する少し前です。園芸部のみんなは無事にここまで運び終えました。よかった、お疲れ様。到着早々申し訳ありませんが、飛んでもらうことはできますか？もちろんです。私はアルビオールで待機しています。準備ができ次第いらしてください。外郭へ戻るのか？少し気になることがあるので、クリフォトの空を飛んでみたいんですよ。何が気になってるんだ？確証のないことは言いたくありません。大佐がこういう時は何か嫌なことがある時ですよね。わかった、とにかく飛んでみよう。どうかしましたか、ルーク。珍しく難しい顔で。腹でも下しましたか？なんでそうなるんだっつーの。ちょっとアッシュのことを考えてたんだ。ほう。あいつとユリアシティで会った時は話してたら速攻ぶち切れて戦うことになったのに、オアシスでは全然そんな感じにならなかったなって。ケセドニア降下のことで頭いっぱいだったから、その時は気にならなかったんだけど。彼も別のことが気がかりだったようですしね。意識がかき乱されるとか言っていましたし。昔は俺頭痛がして幻聴が聞こえたりしたけど、それのことを言ってるのかな。コーラル城であなたとアッシュの回線が開かれた後は互いの声が聞こえるのもわかるのですが、それ以前のものは別の要因でしょうね。最近その幻聴ってないんだよな俺。アッシュとつながってから慣れしまっただけかもしれないけど。彼がもう少し何か話してくれれば推測もできますが、彼も素直じゃないですからね。彼もってジェードと同じってことか？ん？そうきましたか。ん？あのセフィロトツリー、おかしくないか？眩しくなったかと思ったら消えかかったり、切れかけのフォニム島みたい。やはりセフィロトが暴走していましたか。パッセージリングの警告通りだ。セフィロトの暴走？ええ、おそらく何らかの影響でセフィロトが暴走し、ツリーが機能不全に陥っているのでしょう。最近地震が多いのも崩落のせいだけではなかったんですよ。待ってください、ツリーが機能不全になったら外郭大地はまさか。パッセージリングが太陽限界に到達と出ていました。セフィロトが暴走したためでしょう。パッセージリングが壊れればツリーも消えて外郭は落ちます。そう遠くない未来にね。マジかよ、ユリアシティの奴らはそのことを知ってるのか？おじい様はこれ以上外郭は落ちないって言ってたもの。知らないんだわ。なあ、ケセドニアもセフィロトの力で液状化した大地の上に浮いてるんだよな。ならパッセージリングが壊れたら泥の海に飲み込まれますね。液状化したクリフォトの大地が固形化でもするなら話は別ですが、
そもそも正気の汚染と液状化から逃れるために外郭大地を作ったのでしょう。外郭大地を作った人々すら大地の液状化に対して何もできなかったのに。なあ、ユリアのスクワにはセフィロトが暴走することは読まれてないのか。暴走するには理由があるだろ。対処法とかスコアにないのかよ。残ってるとしてもおじい様では閲覧できない機密情報じゃないかしら。イオン様なら、イオン様ならユリアシティの最高機密を調べることができると思う。本当か？うん、だって同志だし。だったらダートへ向かおう。何か対処方法があるかもしれない。でも戦争を止めるためにバチカルへ行くというのはどうしますの？戦場が降下したのなら戦争どころではなくなっていると思うわ。ええ、そうだといいのですが。砂漠からだとこの辺りは天国ですわね。火山の影響で本当は結構蒸すんだけど、そんな感じしないもんね。ダート最高。だけど俺たちなんか汗臭くねえ。みんなが汗臭いと匂いはわからないぜ。汗臭い王女なんて、 いえ、考えてみれば私は本当は王女ではないのかもしれませんし。ナタリア、落ち込まないで。私たち汗臭くはないと思うわ。ティアティア、慰めるならそっちじゃなくて王女かどうかの方だよ。ごめんなさい。匂うわけじゃないんだろうけど、やっぱ気になるんだよ。で、ジェードの方からかすかにいい香りがする。香水？香りは紳士のたしなみですので。軍人ですら身だしなみに気を使っているのに、私は上流階級の人間として失格ですわ。ナタリア、だんだん気にするところがずれてきてるぞ。ナタリアって意外と天然なとこあるからな。いつになったら船を出してくれるんだ。港に行ったらここで聞けと追い返されたぞ。ウグニカ大陸の8割が消滅した。この状況では危険すぎて定期船を出すことはできん。嘘をつくな。そんなわけがないだろう。嘘ではない。ウグニカ大陸の消滅によってマルクトとキムラシカの争いも休戦となった。とにかくもっと詳しい状況がわかるまで船は出せん。ルグニカ大陸って言えば世界で一番でかい大陸だ。それが消滅したなんて信じられん。どうなってるんだ世界は。この状況で戦いを続けるほどインゴベルト陛下も愚かじゃなかったってことだな。ええ、それだけが救いですわ。でもこのことがもっと大勢の人に知られたら大混乱になるな。この先どう対処するかが分かればそれも抑えられるはずよ。そういうことですね。イオン様に面会しましょう。イオンはどこにいるんだ。ご自身の私室ではありませんか。でも同志のお部屋は教団幹部しか入れないわ。鍵代わりに夫人が置かれていて侵入者対策になっているの。そんな時はフォンマスターガーディアンのアニスちゃんにお任せ。元だろ。ブー、元だけどちゃんとお部屋に続く夫人を発動する呪文知ってるもん。夫人って隣の部屋にあったやつだろ。そういうこと。さ、行こう。
局ルグニカ平野のほとんどが崩落してしまいましたわね。でもさすがに戦争は止まったね。世界に大きな異変が起こらないと戦争が止まらないというのも皮肉なものね。戦争も崩落も民にとってはその命を脅かすという意味では同じこと。そのことを為政者が理解できれば戦争など起きなくて済んだかもしれませんのに。偉い人はいつも自分たちの都合のいいことばっか。ほんと嫌になっちゃう。これから戦争と崩落で混乱した人々を両国は治めていかなければならない。今のような情勢下でこそ国を治める者の才覚が問われるんじゃないかしら。私はやはり私も考えなければいけませんわね。工事に触れてきた者として今からどのようにすべきかを。ナタリア。これこれ、ユリアの御霊は同志と共に。お、消えた。ユリアロードと同じ原理を。心配しなくていいわ。よし、行くか。イオンのやつ、どこに行ったんだ。静かに、誰か来るわ。やっぱ、ここは関係者以外立ち入り禁止だよ。隠れよう。誰かここに来たと思ったが、気のせいだったか。それより大英子モース、先ほどのお約束は本当でしょうね。戦争再開に協力すればネビリム先生のレプリカ情報を。任せておけ、盤から取り上げてやる。ならばこのバラのディスト、戦争再開の手段を提案させていただきましょう。まずは同志イオンに休戦破棄の同志消直を出させるのがよろしいかと。うん、同志は図書室にいたな。戻り次第早速出会いしよう。今の話を聞くと、モースとバンはそれぞれ違う目的のために動いているようですね。なんかディストが自分の目的のために二人の間でコウモリになってるって感じだった。モースはスコア通りに戦争を起こしたいだけでは。バンの目的は外郭大地を落として人類を消滅させようと。私にはあの人がそんな意味のない殺戮だけを目的にしているようには見えません。モースの方が目的が明快なだけに脅威は感じない。なら、まずは明快な敵の方を片付けようぜ。インゴベルト陛下にモースの言葉を鵜呑みにしないよう進言して、戦争を再開させないように。でも、私の言葉をお父様は信じてくださるかしら。ナタリア、当たり前だろ。私、本当の娘ではないのかもしれませんのよ。もう、その時はその時だよ。それより図書室に行こう。皆さん、どうしてここに。イオン、外郭大地が危険なんだ。だから教えてくれ。ユリアのスコアにはセフィロドの暴走について読まれてなかったのか。なるほど、それは初耳です。実は僕、今までクローズドスコアを確認したことがなかったんです。え、そうなんですか。ええ、クローズドスコアを知っていれば、僕はルークに出会った時、すぐに何者か分かったはずです。アクゼリスのことも、
回避できたかもしれない。ですから僕はクローズドスコアを全て理解するためにダートへ戻ったんです。でもそのクローズドスコアにセフィロトの暴走のことは、ええ、読まれていなかったはずです。念のため礼拝堂の奥へ行って調べてみましょう。礼拝堂の奥？なんで？布石が安置してあります。そこでスコアを確認できますから。イオン様、それはお体に触りますよ。止めないでください、アニス。必要なことなのですから。この布石は第1から第6までの布石を結合して加工したものです。同士は布石のかけらからそのスコアを全て読むことができます。ただ量が桁違いなので、ここ数年の崩落に関するスコアだけを抜粋しますね。ND2000、 ローレライの力を継ぐ者、キムラスカに誕生する。祖は王族に連なる赤い髪の男児なり、名を聖なるホムラの光と称す。彼はキムラスカ・ランバルリアを新たな繁栄に導くだろう。 ND2000、 栄光をつかむ者、自らの生まれた島を滅ぼす、名をホドと称する。この後季節が一巡りするまでキムラスカとマルクとの間に戦乱が続くであろう。ND2018、 ローレライの力を継ぐ若者、人々を引き連れ鉱山の町へと向かう。そこで若者は力を災いとし、キムラスカの武器となって町と共に消滅する。しかる後にルグニカの大地は戦乱に包まれ、マルクトは領土を失うだろう。キムラスカ・ランバルディアは栄え、それが未曾有の繁栄の第一歩となる。イオン様、これが第六布石の崩落に関する部分です。やっぱりアクゼリウス崩落と戦争のことしか読まれてないな。もしかしたらセフィロトの暴走は第七布石に読まれてるのかもしれないな。ローレライの力を継ぐ者って誰のことかしら。ルークに決まっているではありませんか。だってルークが生まれたのは7年前よ。今は新暦2018年です。2000年と限定しているのだから、これはアッシュでしょう。でもアクゼルスと一緒に消滅するはずのアッシュは生きています。それ以前にアクゼルスへ行ったのはルークでしょ。このスコアおかしいよ。確かにアッシュも後から来たが、ヤツはあの時点でルークと呼ばれていたわけじゃないしな。ユリアのスコアにはルークが、レプリカという存在が抜けているのよ。それってつまり俺が生まれたからスコアが狂ったって言いたいのか。ルーク見つけたぞ、ネズミ。やば。皆さん逃げてください。アニスも。アルビオールへ戻りましょう。